千葉よしお始まるよーい。ほらな。どうも千葉よしおでございます。先日ですね、千葉銀カップを見てきて、はい、まあまあ悔しい敗戦をした我々ジェフユナイテッド市原千葉、はい、まあ柏が強かったってこともあったんですけどもね、残念な敗戦となってしまいましたが、本番はあの時も言ってましたが2月25日の東京ヴェルディ戦だと言ってました、はい。なのでね、あの東京ヴェルディ戦を予想していこうと思うんだけど、はいはい、早速ね、はい、だけど全42試合のスケジュールが出てたってことをすっかり忘れておりまして、はい、うん、それに対するリアクション取らなきゃちょっと千葉よしお今シーズン語っていけないんじゃないかと。はい、2018シーズン J2 リーグスケジュール、ちょっとね見えづらいかと思いますが、じゃあもういいや、俺これも見てよ。斬新なスタイル、なんで書いたんだって話だけどね。2月25日に東京ヴェルディ戦で開幕をしまして、ホーム開幕戦はですね、我々はあの3月4日水戸ホーリーホックとの対戦となります。まあこうやって42試合見ていくと、まだ時間がね確定していない後半のスケジュールもあるんですけれども、日付は大体こんな感じと、はい、で綺麗に21節前半戦の終わりが6月30日で終わって、うん、7月からまあ11月の半ばまでダーッとまた21節があるということですね、はい。まあまあ後半はねそのうち語っていくとして、まず前半ですよ、はい。まあまず何としてもね、このリーグ開幕戦とホーム開幕戦は落とせない、はいはい、ただねやっぱ障害がいっぱいあってね、はい、で仮にここでいいスタート切ったとしても、本当にね今年は今シーズンはですね群雄割拠、なかなかそうですね。だってさ、だってさ、はい、単純に考えてごらん、昇格候補って何チームある？結構半分ぐらいじゃないですか。だよね、だって去年プレーオフで結局上がれなかった福岡、東京ヴェルディ、はい、あとはあのプレーオフには出れなかったけれども徳島さん、はい、あとあの松本山が、はい、で最後まで一緒にプレーオフ進出争いを争っていた大分トリニータ、はい、そしてさらに降格してきた新潟、大宮、甲府と、この段階でもう8だもんね、はい。で我々ジェフユナイテッド市原千葉、はいはい、でこれで9ですよ。でさらに横浜 FC、はい、で虎視眈々と狙っている他のチームもいるってことを考えると、確かにヤッスンの言うように22チーム中ほぼほぼ半分ぐらいがまあ、プレーオフ圏内含めて昇格を争うライバルなんじゃねえかと、はい、はい、ということで独断と偏見による前半戦の規模だと思うところ、はい、ここじゃないかというので、ね、ちょっとビシッと赤でねマークしていこうかな、はい、みんなもねでもスケジュール確認した時は大体あのもう分かってると思うんですけど、まずはねなんといってもここだね、前半戦のね最大の山場、このね4月のね22日28日の福岡と甲府のアウェー、ここのアウェー連戦は本当にまずいというか、しかもなんでかというとね、こっからあのゴールデンウィークだと連戦になるじゃないですか、はいはい、で28日終わって5月3日5月6日12日とわずかこの3週間ぐらいで5試合ぐらい戦わなきゃいけないんですよ、しかも後半戦に待ってる大宮新潟もまあ J1 から降りてきたチームで、そうなんですよね、そうなんですよ、福岡でしょ、甲府でしょ、で大宮新潟、この5連戦のうちになんと降格してきた甲府、大宮、新潟と全部対戦しなきゃいけないので、やっぱりこのね10節から14節まではあのジェフにとっては前半戦の一番の肝なんじゃねえかなと。そうですね、そこ3連勝先にその岡山までにしておけばだいぶ楽になる気はしますけど、そうね、先に2連敗とかしちゃうともう大変ですよ。そうだからね、大事なのここの福岡と甲府、はい、でしょ、ね、福岡去年はあのリーグ戦では唯一負けませんでした、うん、唯一っていうかあの負けませんでしたね、ホームで引き分けてあのアウェーでも 1-0 で勝ったので、はい、今シーズンもなんとかね土をつけたいなと思うんですけど、甲府もね久しぶりにワンワンダービー、はい、秋田県と会見のワンワンダービーを行うということで、で岡山さんが今年はねエンブレムが変わった。お、そうなんですか。うん、あの僕今のエンブレムの方が好きです。お、だけ。はい。ね、で大宮新潟もこのオレンジのチームはねもう本当にね今年は負けたくないなと思う理由もやっぱあるので、しかもねアウェー大宮でもホームで新潟やれるのはいいんですけども、本当この5連戦は肝だろうね。まあギュッとしてますね。そう、しかもねこの福岡と甲府に入る前の3連戦、はい、3連戦のうち大分さんと金沢さんもアウェーが続くんですよ。おー、アウェー7節8節大分金沢、去年大分には勝ちました、だけどアウェー金沢では負けてしまいました、
今年は借りを返しましょう。そしてホームの町田にね、去年は勝ちましたけれども、今までね、実は町田にね、ホームであんま勝ててなかったんですよ。調べてみて、去年のホームでの勝ちが初めてだったんですね、福田電子やりなり、はい、ということは相性的にはやっぱりあまりよろしくないのかなということも含めて、本当にね、長い目で見ると結局全部なんだけど、そうですね、全部なんだけど侮るところなんかね、本当ないんだけども、やっぱここの前半戦ね、ここの10から14節までは熱いですね。熱いですね。熱いですね。ここでやっぱりあの波に乗れて、もしここを5連勝とかしたらきっとダーっていけると思うんですよ。まあ、そのためにはその5連勝するために、いい流れに持っていくために、このね、前半の第9節までの流れも必要なんじゃないかと思いますけどもね、はい、で、まあその、まあ、結果うまくいったとしてもですね、北爪選手とか、うん、山本海斗選手とか武田英二郎選手とかいっぱいいるよ、横浜FC、はい、相手にしますよ。で、その残留争いをね、一応あの去年、まあ、奇跡的な残留というか、はい、奇跡的っていうか、あのいろんな意味の、うん、不思議な残留を遂げた熊本はい、牧さんがいますから、はい、牧誠一郎選手の地元でございます。で、山口もね、ここで侮れないですし、だってオナイウアド選手がいるわけですから、福本選手、佐藤健太郎選手、オナイウアド選手、センターライン揃っちゃった。ここもなんか紅白戦見に行く感じよね。なので、まあ開幕も大事なんですけど、はい、開幕のね、この2試合もね、はいはい、大事なんですけど、やっぱりここの5連戦は大事じゃないかなと、はい、うん、前半はそんなところかね。で、後半に入ってもですね、やっぱりその、ここら辺ですかね、ここの、まあ、ちっちゃいから分かんないだろうけど、あのね、やっぱり後半になればなるほどね、早めに当たっておきたいわけですよ。昇格を争うライバルとは。うん、で、甲府、新潟、ここも連戦ですもんね。ああ、で、松本もいますしね。そうなの、ここも厄介な相手だよね。うわ、これ多分みんなどう思うんだろう、この、だって7月から8月にかけて、夏場の暑い、暑い時期に、うん、また大宮、甲府、新潟とこの6試合、そうだね、ここまでで言ったら5試合で、後半戦始まって5試合のうちに大宮、甲府、新潟が集中してると。いや、これテスト出ますよ。うんで、ま、松本もいますし、また町田もいますしね。いやいやいや、嫌な相手が続くな、本当にね。で、福岡もここで来るでしょ、9月の段階、残暑が厳しい、横浜市、またこの連戦も嫌だな。まあでも、ホームなのが救いか。まあ、とはいえね、あの、肝はこんぐらいって言いましたけど、僕的にはまあまあ、リーグ始まっていけば、また、ここが大事だねっていうような試合っていっぱい出てくると思うんですよ。はい、なんだって僕、前回のラストに、全42試合決勝戦って言ってますから。ね。なんで、一つ一つ諦めない勇気を持って、行きたいなと思うんですけどもね。そんな中、やっぱりまあ僕とヤッスン的にはこのジェフとしての山場はここなんじゃねえかって話をしましたけども、はい、僕とヤッスンにはですね、メラメラとふつふつと湧き上がる絶対に負けたくない戦いというのが2つほどございます。はいはい、ここです。前半戦6月30日、後半戦は11月17日。なんとなんと、前半戦後半戦両方ともにジェフと栃木の締めはお互いの県営ダービーとなりました。先に言っとくぞ、はい、絶対負けねえからなまあ譲ることはね、それはできないでしょうけれどもね、うん、あ、まあ、今年も県県ごうごうございますが、はい、まあ、あの栃木との、ね、戦いは楽しみだな。いや、楽しみですね。まあ、栃木もネイツ選手とか、まあ、結構 J3 では反則級っていう選手いて、まあね、J1、うん、J2 でも全然通じる選手を結構獲得してきているので、はい、その中で去年そのプレーオフまで行った千葉にどれだけ前線できるかっていうのは楽しみですね。いや、まあね、あのやっぱりそのカテゴリーの違いはございましたけれども、はい、結局やってるスポーツサッカーってのは一緒なわけで、うん、やっぱりね、リーグはあのお互いホームアンドアウェーの一発勝負になるとね、やっぱりその時のチームの雰囲気とか、うん、あとはその流れだったりとか、もう本当に好不調の波っていうのはメンタルなスポーツなので、サッカーっていうのはね、うん、やっぱりその時第21節、はい、42節を迎えた時にお互いどういう状態でぶつかるのかわからないけれども、うん、まあ、お互いに言えるのは、まあ、ないとは思うけど、残留を争ってる状態で最終戦迎えたくねえなって思うよね。そうですね、お互いね、本当ですよ。ないとは思うけども、はい、ないとは思うけど、いや、まあでも今シーズン本当にね、今シーズンは本当に群雄割拠でございます、うん、おそらく舐めてかかれる相手は一チームたりともありません、うん、だって全勝すると俺意気込んでっけどさ、はい、普通に考えて全部勝てるとは思えないから、まあ当然なんですけど、う
まあでも好不調の波があると思うので、好調の波をもし掴んだとしたらいかに長く持続させるかっていうことも大事でしょうし、うん、まああとはチームの層も含めてね、うん、誰かが怪我人が出てしまった時にそれを補えるだけのチーム力があるか、全42試合1年を通した死に汗握る本当に楽しいだけれども険しい、はい、Jリーグ、今年は J2 リーグ初優勝をジェフは目指して頑張りたい、はい、やっぱりね今年は大本命がいないと思うので、うん、一番調子が良かったチームがそのまま行くんじゃねえかな。そうですね、いかに早く流れを掴んでそのまま乗っていけるかっていうところが大事ですよね。ああその通りです。だからこそみんな、だからこそこの東京ヴェルディ戦、2月25日長い長い42試合の開幕戦第一節でございます。この第一節をより良い結果を導くために、そう我々はいよいよリーグ戦の初めての予想をしていこうと思います。